mm -hmm. こんんにちは,はちみつマイスターおしゅです今回はですね、カカオと蜂蜜の絶妙の相性という内容でお話ししていきたいと思います。皆さん、カカオといえばもちろんチョコレートとかね、有名なんですけども、最近カカオ自体が健康の食品ということで、改めて注目されています。で、カカオで一番有名なのはポリフェノールということで、カカオ自体の原料がですね、大変ポリフェノールの含有が高いということで、すごく注目を 浴びていいるととうのが現状ですカカオプレテインとか最近はよく表現されております実際ですねポリフェノールで一番有名なのは赤ワインとかなんですけどもカカオの方がですね赤ワインよりもポリフェノールの原料が高いということでカカオというのが見直されてますでやはりカカオっていうのはどちらかと,と渋みとか、えー、ちょっと コクとか、えぐみがありますので、そこにですね、私どもの蜂蜜が、このカカオの渋みと蜂蜜の甘みということで、絶妙な相性の良さ、よく言われております。で、特にですね、いつもお話しているように、普通にカカオのリブを取るよりもですね、蜂蜜と混ぜて取った方が、やはりえ吸収力が高まり、体にもいいということで、カカオのポリフェノールの栄養価を取る上においてですね、一番いいんではないかなというふうに思っておりますし、蜂蜜と混ぜること によってその単なる渋みだけではなくて、えー、独特のコクが出てます。 今回、チョコレートハニーということでお作りさせていただいております。カカオとえ蜂蜜を混ぜた商品になります。で、この蜂蜜はですね、ハンガリーのアカシア蜜を使っています。アカシアといえば世界的に一番有名なのがハンガリーさん。ね、ブダペストの川、ドナウ川、こう流れてる川のこの河川敷に咲くアカシア並木っていうのは、まあ、世界的に有名ででしてね。で、そこで採れたアカシアの蜂蜜を今回は使っております。えなぜこのアカシア の蜂蜜を使ったかといいうアカシア蜜自身ががすすごく癖が少ないんですねあんまり濃い蜂蜜を使ってしまうとチョコレートの本来の風味がやっぱり消えてしまうということでまあ、今回はえ癖の少ない世界的に一番有名なハンガリーのアカシア蜂蜜を使用しております一方今回のメインのこのカカオなんですけどもカカオで一番有名なのがですねマダガスカル産そうマダガスカル産のカカオマスを使用してますこの マダカスカルさんのカカオマスっていうのはですね、どちらかというとフルーティーで、えー、酸味がすごい強いカカオマスなんですね。フルーティーで酸味が強いカカオ。 にこの癖のないアカシアっていうのが一番合うということで私もいろんなカカオとですねいろんな蜂蜜を選んで選んで選んでこの相性が一番いいんじゃないかと今回このカカオマスとですねハンガリーのアカシアをこう混ぜて作ったチョコレートハニーとなりますどんな風なのかっていうとですね蓋を開けていただくと本当にチョコレートペーストのようなこういう風に。 なっておりますので大変使い勝手がいいと思いますどちらかというとちょっと粘性は高くなってますけどチョコレートソースのような感覚で使っていただいたらいいんではないかなと思ってます実際どうやって使うのかということなんですけど使い方の例の参考こちらもちろんこのままトーストとかパンケーキにですねそのまま塗って食べていただくというのがまあ蜂蜜と同じようにいいのでワッフルシリアルもしくは ののアイスクリームこのトッピングにソースのような感じで使って、えー、食べていただくのも一例としてこのように載せております特にこの冬の季節なんかはあったかい牛乳 を作ってていいただいてこのチョコレーートハニーを中に入れていただくこういう風な使い方であったり、このチョコレートハニー自体を温めていただいて、チョコレートフォンデュ、フルーツをこう一緒に食べていただいたりとかするのもすごくおすすめです。ソースなので、どんな使い方もいいと思いますので、まあ、それはまたコメント欄とか、実際こういう風に使ってますって画像を送っていただけれましたら、またみんなで共有できるなという風うには思ってます。あの 珍しい使い方お客さんに一人おられて,て、お餅ありますよね。お餅に塗ってこれを食べてらっしゃるっていう方もおられましたので、あと、ピザ生地にチョコレート、ハニーをこうトッピングでつけるとか、独自で使い方はお任せしますけれども、このような、まあ、参考の画像っていうのはこういうふうになっておりますので、いろんな使い方を楽しんでいただければ、また、純粋な蜂蜜以外にですね、 味のバリエーションの変化ということで、実際喜んでいただけるんではないかなというふうに思っております。今回カカオもちょっと希少でして、アカシア蜂蜜もですね、あるのはあるんですけど、カカオ自体が希少だったので、ちょっと限定の発売という形にさせていただきたいと思います。すいません、品切れしたらお許しください。あの、ぜひ皆さん一回食べていただいて、ご意見をいただければ嬉しいなと思っております。カカオとですね蜂蜜の絶妙な相性と ということで今回お話しさせていただきましたちょっとこのまま食べてしまいますコクがしっかり出ててでも後にハチミツのさっぱりとした甘みが出ております僕は自信を持っておりますのでぜひ一度皆さんもお試しください以上ハチミツマイスターオしゅんでしたではではまたまたバイバイはいご視聴ありがとうございました今回の動画はいかがだったでしょうか もしししよろしかったたら、いいいいいねボタンお願いしたいと思います。またチャンネル登録のほどもぜひお願いします引き続きハチミツのことであったりだとかロイヤルゼリープロポリスマヌカミツバチのことについてお話していきたいと思いますのでぜひぜひご覧くださいコメント欄にこんなこともやってほしいなっていうことがありましたらどしどしご応募ください以上、マイスターおしゅんにでででた。ではでは。